はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数一の多角形の面積についてお送りします。で、前回は三角形のヘロンの公式を取り上げたんですが、まあ面積シリーズは変わらないんですけど、今回多角形でいきます。だから四角形と正十二角形なんですけど、で、まあこの2問の面積を求める問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今から両方ともね、解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から説明の方を始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は四角形です、求めるのがね。で、まあ、長さとか角度が書いてあるんですけど、図がないので、まず図をちょっと書いていきます。で、まあ1番。で、四角形なので、まあ、うまく書けるか分かんないですけど、まあ、角 B が60度だから AB で A で B でしょ、ちょっと60度でかいか、まあいいか。で、ここが5で、ここが60度ね。で、BC が8だから、ちょっともうちょっと伸ばそうかな。ここが8で C で、CD がまた、角 C が60度だから60度なんで、こうなって、で、5より短いから4ぐらいで止めて、で、まあこんな感じかな。で、ここ60度か。で、これの図に関しては、もうめっちゃしっかりなってなきゃダメとか、そんなことはないからね。まあ、この情報から判断して、こんな感じかなというふうに書いてみてください。では、四角形ができました。で、この面積求めたいんですけど、基本的にですね、この十二角、そっちの正十二角形も四角形もそうなんだけど、全体的に三角形に落とし込みます。四角形のまま勝負をするんじゃなくて、分割して三角形で挑む。いいスタイルとしては。で、この四角形を三角形に切る場合は、ここで切るか、ここで切るかのどっちかです。で、それはもう、どっちかなって分かんないときは、まずどっちかでチャレンジしてみる。で、行き詰まったら、もう一回切り方を変えてチャレンジするのがいいと思います。で、今回に関してはこっちで切ります。で、理由は後ほど言うね。こうやって切る。で、上と下に分けるんですけど、下から行こうかな。じゃ、下をね、 A だと文字かぶるか、ちょっと待ってね。じゃあ下を、この1で上の三角形を2にします。まず1からいきます、面積ね。で、この下の三角形を見たときに、あることに気づけるとすごくよくって、何を気づくかっていうと、これね、ここ直角なんだよ、ここが。で、なんでわかるかっていうと、これここの長さとここの長さ4と8なんで1対2になってます。で、ここ60度なんです。つまりちょっとこれこうやって起こしますよ。ここに D が来て、この B がこうやって起き上がってきた感じ。こうなってる。ここが60。で、1対2になってるから、これ三角定規になってるんだよね。つまり、ここ90で、ここ30で、ここルート3になります。1対2対ルート3。なんか三平方の定理やったやつね。中学校の時に。ってことがわかるので、そうすると、ここが30度なんです。で、もともとこれ全部で60だから、こっちも30度が分かります。で、しかも、1対2対ルート3分かってるから、1対2対ルート3で BD の長さが出せるんです。で、出し方としてはどっち使ってもいいけど、こことここ使うか。これ1対ルート3でしょ、ここ。1対ルート3だから、1対ルート3イコール CD が4なんで、4対出したい BD になります。で、外外中中かけると BD イコール4ルート3ってことで、ここの長さもわかるんです。で、面積求めに行きます。で、こっちの1の三角形に関しては90度があるんで、底辺かける高さでいけるからね。で、割る2、まあかける2分の1どっちもいいですけど、いいかい、底辺かける高さ、サインとか使わなくて大丈夫です、別に。なので、普通に底辺が4かける、で、高さこれ4ルート3出したんで、4ルート3で三角形なんで、かける2分の1をします。これ入って大丈夫ね。で、これ計算すると
8ルート3ってことが分かります。1の方はね。で2の方、こっち上の方を出しに行くと、上はあのね90度がどこにもあるって分かってないので、あのこの前やったサインを使った面積の出し方をすると。でここ30度分かってるじゃん。でここの長さ5って分かってて、ここが4ルート3って分かってるから、もう公式使えるよねこのまんま。いいかい、2個前の動画でやったやつ、前回のヘロンじゃなくてね。いいかい、そうすると面積は2分の1かける点でもいい、かけるっすか、かける、まず両サイドかけます。5かける4ルート3でかけるサイン30度です。挟んだところのサインだからね。でサイン30度なんで2分の1になります。でこれ計算すると5ルート3でしょ。だからこれとこれ1と2を足したのが四角形だから、つまりこれとこれを最後足して13ルート3、これが面積になります。いいかな、こんな感じで分割してやってみてください。三角形にすれば求められるからね。で次2番、正十二角形です。でこれは正十二角形始める前に一回正五角形でちょっと説明をします。なぜなら正十二角形かける自信がないからです。で正五角形っていうのはまあ大体こんな感じですね。まあ許してあげて。でこの正なんとか角形ってやつを必ず三角形に落とし込む。このまま勝負はしません。でどう分割するかっていうと、正ほにゃらら角形って必ず中心があります。こうやって綺麗なところに、でそこにこうやって線をこうやって分割していく三角形で、今全部同じになってないけどね、俺の図が汚いんで悪いんだけど、これ絶対に全部三角形同じになります。で何を求めたいかっていうと、ここの角度を出したいので、目的としては1個の三角形の面積さえ出しちゃえばそれ5倍すればいいわけじゃんか。だから1個の面積を出したいと。いいかい、でどう出しに行くかっていうと、例えばここの長さが2とか分かってて、ここでしょ、全部で360度です。ここは1個全部360度、それを5分割してるんで360÷5 して72みたいな。いい、正五角形はこれで求めらんないんだよ。ちょっとあの説明上言ってるだけなんですけど、こういう感じでいくんです。だからここの角度をまず求めに行きたい。だから正十二角形も全く同じです、方針としてはね。よいしょ、失礼します、浮きながらでしたね。でちょっと十二角形って書けないんで申し訳ないんですけど、こういっぱい分割していくじゃないですか。で一箇所できた三角形をこうやってイメージしてください。こうやって一箇所、これが12個あるんです。正十二角形は12個に切れるから。でこの真ん中の部分、これもともとこうやってね360度あったので、360を12個で分けたので1個が30度になります。いい、でもともと一辺の長さが2って分かってるから外側が2なの。2222だから、中は2じゃないからね。外が2なんです。でこの面積を求めるためにはやっぱりこのさっきの2番か、こっちで使ったのをやりたいんだよ。30度って分かったからあそこサイン30度使いたいんで、こことここの長さを出したい。でちなみにこことここの長さは同じだからね、ここは絶対同じです。だからここをどうしようかな、 XA でいいか、 A を使って両方 A って置きます。でそこを求めたい。で、どう求めるかっていうと、ここでは余弦定理を使います。余弦定理。ここ30度って分かってるんで、2をスタートでやる余弦定理でいきます。つまり2の2乗からね。2の2乗イコール、これの2乗足すこれの2乗だから、ちょっとくっつけますよ、もう。2a2 乗です。これ2乗だからね。で、マイナス2かけるこれとこれだから、a の2乗。そして、コサイン30度を最後にかけるので2分のルート3となります。式としてはね。いいかな、でこれ計算していきます。ここ約分して4イコール、整理しようか、
2a2 乗マイナスルート 3a2 乗になります。で、ちょっとね、これ右辺と左辺丸々入れ替えますね。で、丸々入れ替えるときは符号を変えなくていいので移行したってことにならないからこうなる。あ、間違った。で、これ左辺 a2 乗でくくります。そうすると 2- ルート 3a の2乗イコール4となります。で、結局 a2 乗イコールにしたいので 2- ルート3で割ってください。そうすると a2 乗イコール、ごめん赤で書いちゃった、青で計算しなきゃいけなかったのにごめんね、ちょっと分けましょう、失礼しました。で、2- ルート3イコール4です。で、分母にルートが入っちゃってるんで有理化しに行きます。もうね、いろんな知識入ってますけど、有理化するときはこれの真ん中の符号を変えたのをかける、つまり2プラスルート3ね。で、もちろん上にもかけます。これが有理化の方法。そうすると下ね、これ展開してみてください。そうすると1になります。4引く3なんで、だからつまり消えるんだよね、これ1になるから。だから a2 乗はこのままにしとこう、4カッコ2プラスルート3にします。で、この2乗外さなくていいです、めんどくさいから、このままで大丈夫。で、なんでこのままで大丈夫かっていうと、最後面積いきましょう。で、今更なんですけど青でいい？こっからごめんね。で、面積 S イコール、公式使うとまず2分の1でしょ、2分の1かけるこれとこれだから A2 乗なんだよね。で、それに sin30 度だから2分の1がきます。これ sin30 度の分ね。で、どうせ A の2乗がここで出てくるので A の2乗のまんま入れちゃえばいいん、これを。そうするとちょっとこれ2分の1、2つくっつけて4分の1しちゃいますね。で、かけるこれ代入すると4括弧2プラスルート3で、4と4は消せるので残ったのは2プラスルート3、これが面積と思いきや、ここで止めちゃダメだよ、思いきやっていうかね、俺が今ねちょっと一瞬間違ったんだ、終わったかと思った。で、これに、これ S じゃなかったね、失礼しました、よいしょよいしょ、これ三角形1個分だもんね。だから最後入ってるから、これあ、ちょっとギリか、ちょっと待ってね、この場所を変えましょう。で、これがまず2プラスルート3だったでしょ、これは三角形1個分なんで、それが12個あるんだもんね。なので最後 S イコール12かける2プラスルート3なので、一応展開するか、一応するか、なので24プラス12ルート3で合ってるよね、こうだね。まあ多分12括弧2プラスルート3でも大丈夫なんですけど、まあこれで面積終了となります。なので、この正ほにゃらら角形となったときは、まず1個分に分割してください。まあ図が書けるだったら図書いてもらって構わないんですけど、だから六角形、正六角形とか問題よく出てくるね。真ん中が60度なんで求められるから。で、そう出てきたら、まず1個分を求めます。で、求めるためには、ここの長さが必要なので、文字で置きます。で、余弦定理をまずやる。そうすると、a2 乗とか、まあ x って置いたら x2 乗とかが出てくるので、それを使ってまず三角形1個分を出す。で、それが今回12個分あるから、正六角形だったら6個分あるから、最後に6をかけるという流れでやってみてください。いいかな。では今回は高校数学数1の多角形の面積についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は円に内接する四角形をお送りします。また面積、あとあれです、面積というか面積絡みで、まあ、長さを求めたりもしますけども問題取り上げますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。